わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は宇宙推進系システムに関する研究に取り組んでいる崇城大学工学宇宙航空システム工学科の平島秀俊先生を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。崇城大学工学部宇宙航空システム工学科の平島秀俊先生の研究室じゃ。ここではどんな研究を行っているんじゃ。私はこれまでロケット推進系システム設計それから開発に携わってきました。現在もエンジンとタンクを組み合わせる際のバルブの配置とか配管の大きさとか肉厚を計算して、設計図、これ系統図っていうんですけども、これを作る仕事をしております。またこれのロケットの中で推進薬を、支配する力、これ総時速っていうんですけども、これを一致させるため の, 地上での模擬環境試験、これをやっておりまして、それをコンピューター解析で検証するということで、研究を今行っているという状態です。何やら難しそうな話じゃが、具体的にはどういうことをやっておるのじゃ。宇宙空間っていうのは重力が非常に小さい、状態が継続するんですけども、我々が気にしている、燃料と酸化剤、これの状態、液面の状態がどうなるかっていうのを検証する必要があります。宇宙空間でないこの地球の環境では酸素がふんだんにありますので、燃料を着火することによって火をつけることができます。ただ宇宙には、酸素が存在しませんので、酸素を宇宙に持って行って、酸化剤を宇宙に持って行って火をつける必要があるということで、酸化剤を積んで、ロケットを飛んでいきます。それで総時速っていうものがありまして、液体の中に存在する浮力とそれから表面張力がありまして、この力の比を一緒にすれば宇宙空間の状態と地上の状態が模擬できるということで、具体的に言いますと、ここでいうこの右側にあるものが、これは重力がある地上の状態なんですけども、宇宙空間でいうとこのような、下が丸くなるような状態に近い風になってしまいます。そうなりますと、ロケットが燃料を供給する際に液面がこれ丸くなってしまうので、すぐに液が、なくなってしまってガス吸い込んでしまうという非常な悪い状態になってしまいますので、できるだけ右に近いような状態になるように、ロケットに加速度を与えたりするようなことをやっております。数値解析、CFD というコンピューター解析があるんですけども、それで間をどういうふうになるかというところの検証を実施しています。要はその日本のロケット の, 売りである再着火っていう技術がありまして、満タンな状態で一回燃やしますけども、まだちょこっと残ってるところがありますけども、その残った状態、少ない状態で燃やすという技術、要するにこの水のものがほとんどなくて、もう口が近い状態で火をつける。そうなるともう一生懸命この丸い部分をギュギュ押し込んで真っ平にしないと使えないというところがあるので、それを一生懸命やろうとしているというのは、日本の独特の技術かなと思いますけど。ふむふむ、今後の目標はどう考えておるのじゃ。ロケットに代わる今後の推進システムとかいうことになりますと、日本とニューヨークを3時間で結ぶ未来の輸送システムというスペースプレーンというのがございます。大気圏に出る前は酸素がございますので、大気圏の中の酸素を使って飛ばしまして、大気圏外に出た場合にはロケットの燃料と酸化剤で、それでまた元に戻って着陸する前にまたジェット燃料と同じように通常の酸素を使って燃やすというような、ハイブリッドのエンジンシステムを考えています。また従来のジェットエンジン、これを液体水素を燃料にするということで、カーボンニュートラルを実現できるということで、液体水素燃料航空機というものの開発というのも見込まれますので、それに対する推進系のシステムの研究を、ロケットと同様にやっていきたいというふうに考えています。平島先生率いる崇城大学工学部宇宙航空システム工学科のこれからの活躍がますます楽しみじゃ。